ケイト、またお前さんに頼みたい依頼がある。ベルクーリさん、今度はどんな問題があったんだ？南帝国のディザドル砂漠に魔獣が大量発生したんだと。なんだって、大変じゃないか。それでどんな魔獣なんだ？サボテンだ。は？サボテンのような魔獣だそうだ。あの辺りにしかいないらしいぜ。なんというか、体当たりされたら痛そうだな。数が多いと回避も大変そうだな。ま、お前さんなら大丈夫だろう。簡単に言ってくれるな。トリビエ、キリト君。よう、セブン。あれ、セブンも任務なのか。うん、町の人から魔獣の素材が欲しいって頼まれたの。なんでも南帝国の砂漠にしかいない魔獣だそうよ。砂漠にしかいない魔獣、もしかしてサボテンか？ええ、サボテンみたいな外見って言ってたわ。でも砂漠までどう行けばいいのかわからないのよね。ちょうどそのサボテンの討伐を頼まれたとこなんだ。一緒に行くか？タイミングがいいじゃない。一緒に行きましょう。も強いわ。何度も来ているけど慣れないよ。早く終わらせないと倒れそうね。どこかに池があれば飛び込みたいわ。
や、そこの岩陰に誰かいたような気がするが。気のせいじゃない？ああ、そうだな。この数は想定外ね。なあ、離れたところにもっといるな。仲間を呼ばれる前に倒しましょう。なあ、なるべく早く倒そう。数が増えると厄介だ。素材は集まったか？依頼分は集まったわ。それじゃあ早く砂漠から出よう。魔獣より暑さにやられそうだ。あれ？どうかしたの？今そこに誰かがいたような。また？蜃気楼でも見てるんじゃないの？ああ、そうかもしれないな。よし、帰ろう。砂漠で誰かに見られている。まさかな。キリト君、見て。あの子もサボテンと戦っているのか。セブン、助けるぞ。
せだな。ありがとう。大丈夫？怪我はない？はい。もしかして一人でサボテンの群れと戦っていたの？別にサボテンが目的じゃないんだけど、一人で散歩していたら群れに襲われて。話を変えよう。さっきからつけてきていたのは君なんだな。まさかこんな形でバレちゃうだなんて。はじめまして、私はレイン。俺はキリト、対策本部から来たんだ。こっちはセブンよ。ところで、なんで私たちを尾行してたの？そんな怪しい人を見る目で見ないでよ。噂の剣士さんの使う技が気になってて。噂の？前に私が戦ってるとこを見た人が、同じような技を使う剣士がいるって話してたの。他の村でも同じことを聞いて、その噂の剣士さんに会いたくなったんだ。なるほどな。レインは元 SAO サバイバーで、攻略組や ALO の強豪プレイヤーをしのぐスキルを持っている。 ALO では固有スキルを使いこなし、二刀流に加えて無数の剣を隠し持って操る多刀流使いだった。だがさっきの戦いでは2本以上は出していなかったの。隠し持っていない限りは俺と同じ二刀流使いか。ということはレインは俺の剣技が見たくて尾行していたってことでいいのか？そうだよ。見るのに集中しすぎて魔獣の警戒がおろそかになっちゃってね。見つかって襲われていたところを俺たちに助けられたってことか。まあ見るだけじゃなくて共闘もしたんだ。もう満足しただろ。助けてもらった後でこんなことを頼むのもどうかと思うけど、私と同じ剣技を使える人ってなかなかいなくて、ぜひ手合わせをしてみたいなって。わかった。セブン、立ち会い人を任せてもいいかな？ええ、わかったわ。それじゃあ行くよ。ああ、来い。はじめ。なるわけだよ。そういうレインもな。キリト君は相変わらずだけど、レイン、いい勝負だったわよ。本当にどっちが勝ってもおかしくなかったわ。サウザンドレインが放たれていたら勝負はどうなっていたか。多刀流じゃなかったのは助かったが、エールオと同じく二刀流でもここまでの強さとはな。それでレインはこれからどうするんだ？俺とセブンはオートに帰るけど。行くあてもないし、一緒について行ってもいいかな？ついてくる。あ、そうだレイン、俺たちの仲間にならないか？仲間？実力ある冒険者を対策本部の仲間に誘っているんだ。レインの実力なら問題ない。一緒に戦ってくれると嬉しい。うん、分かった。
でもないし、私も対策本部の一員に加わるよ。ありがとう。そういえば今回は宝箱と剣はないみたいだな。前に拾ったみたいなもの？何回か魔獣を倒した後に拾ったって言ってたわよね。ああ、今回はなさそうだなと思ってさ。剣？短剣だけど、これかな？いつの間に？サボテンたちを倒し終わった後にあった宝箱に入ってたんだ。綺麗だから持ってたんだけど、探してたの？いや、探してたってわけじゃないんだが、ここ最近魔獣を倒した後によく見つけるんだ。それはちょっと気になるね。持ってても使い道なさそうだし。はい、いいの？レインが見つけたものなのよ。いいのいいの、お近づきの印にってね。悪いな、ありがとう。気になるから、何なのか分かったら教えてね。あ、必ず。さあ、行こうか。王都に戻った後、俺とセブンはそれぞれ報告を済ませた。ベルクーリさんには剣のことも話しておいた。対策本部の方でも調べてもらえるみたいだ。レインを冒険者の仲間として紹介した。審査も問題なく突破し、俺たちと共に戦うことになった。